もしもドズルがアウトローだったら。おう全然怖くない。どうもドズルです。はい、ということで今日もクラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで皆さん、アウトロードラフトチャレンジクリアしましたでしょうか。私はね、昨日夜生放送で12勝するまで寝れません。久しぶりにやったんですが、やっぱね、このドラフトチャレンジ12勝は本当に闇が深いまたね、ちょっと沼にはまりまして、こちらドラフトチャレンジ11勝2連続でやっちゃったんだよね、マジで。12勝すればクリアのところを、なんとですね、こちら、11勝2連続で、1回目、2回目で11勝、11勝で、もう心ぽっきり折られてね。まあ、そっからちょっと苦戦して、なんとか5回目で、12勝することができたんですが、今日のこの動画では、アウトロードラフトチャレンジまだクリアしていない人のために、まあ、アウトロードラフトチャレンジのクリアのコツとか、あとアウトロー自体の、性能の話とか、あとはそうだな、クラン対戦1回攻めてないんで、クラン対戦ね、攻めるような、そんな感じの動画でお送りしていきたいなと思います。最近あのドズルのクラの動画内容が薄いって言われちゃうんで、まあ、頑張ります分厚く、もうドズルの動画分厚いわーって言わせたい。あ、そっちの薄いじゃないかもしれないけど。さあ、ということで参りたいと思います。まずアウトローに関してなんですけど、まあ、個人的にはあんまり強くないかな。でも賛否両論あるみたいで、まあ、アウトロー強いっていう意見も結構あるので、強いかもしれない。強いかもしれないけど、まあ、個人的にはあんまりこう、今ゴーレム使ってるんですけど、ゴーレムデッキにも多分入らないだろうし、まあレベル上げていくのもちょっと後々になってくるかなという感じがします。で、後ろのね、アウトローガールが呪文にめちゃめちゃ弱いんですよね。あ、ポイズンとかファイアボールはもちろんのこと、ローリングッドとかヤナアメでもやられてしまうので、それがちょっとね、なんともひ弱というか、まあ、後ろのアウトローガールがダメージソースだと思うんですが、まあ、それが、ニコスのローリングッドでやられてしまうっていうのが、少しこう、もったいなさすぎる、気がするなという感じでございます。同じコストの、例えばジャイアントとかスケルトンラッシュに比べると、やっぱりパンチが足りないというかね、少しこう、性能的には劣ってしまうのかなと、言った感じではございます。まあでも、あるデッキに入ると強いみたいなカードありますからね。例えばヒールとか、ヒールとか弱い弱いってずっと言われてて、ただヒール三重士が流行った時はめちゃめちゃヒール強いじゃんみたいになって、でその後またね、今はヒールなんかあんまり見向きもされないカードになってしまうので、まあそういったところでこう、ある環境においてめちゃめちゃ強いみたいな感じになるかもしれないけど、まあ個人的に今このアウトローをね、すぐレベル上げて即戦力みたいな感じではないので、まあリリースを待ってもいいのかなと正直思います。12勝ドラフトチャレンジ無理にクリアして、もう今すぐみんなレベル上げるんだっていう感じのカードではないです。ということで、あと2つ目、こちらアウトロードラフトチャレンジのクリアのコツなんですけど、さっき言ったようにアウトローガールが呪文にめっちゃ弱いんですよね。でライトニングとかロケットよりもファイヤーボール、ポイズン、矢の雨、あとローリングと、この4つが結構このアウトローに刺さっていくので、積極的に相手にアウトローを送りつつ、ローリングと矢の雨、ファイヤーボール、ポイズンはこっちが、ピックしていく、取っていくっていう感じのドラフトをすると結構、割とね、有利に戦っていけるかなと思います。あとはそうだな、プリンセスとかフキアゴブリン。フキアゴブリンはもともとドラフトチャレンジですごい強かったんですけれども、この前のバランス調整で 3% 攻撃力アップして、結構火力も出ますし、もともとやっぱね、呪文に弱いだけで彼は強いんですよフキアゴブリンとかプリンセスは呪文に弱いっていう、ただ一つのね、めちゃめちゃ弱い欠点があるからこそ、弱いんですけれども、こっちがローリングッド持ってる時とかのフキアゴブリンとかめちゃめちゃ強いんで、まあそういったところでね、フキアゴブリンとかプリンセスは積極的にこっちが取っていくとさらに有利に戦っていけるかなと思います。でドラフトチャレンジ、私今回なんかね、変なドラフトが多かったんですよね。いつもだったらジャイアント VS ロイジャイみたいな、そのどっちかを選びなさいみたいなのが多いと思うんだけど、今回なんかジャイアントとウィザードを選ばせる組み合わせだったりだとか、この前衛と後衛とか呪文となんか全然違うユニットみたいな、変なね、ドラフトが多かった印象があるので、もしかしたら内部のこのドラフトチャレンジの仕組みっていうのが変わったかもしれない。今までだって後衛 VS 後衛とか、呪文 VS 呪文っていうのが多かったんだけど、その以外の例外もね、今回のドラフトチャレンジでは登場してきたので、まあ初めて、行くよって今から行くよっていう方は、まあ、びっくりせずね、そこら辺落ち着いてドラフト、していってください。ということで、アウトロードラフトチャレンジの話題についてはこんな感じ。まあ、どうでしょうね、5コストですからね。5コストの他のユニットだと、例えばバーバリアンとかも正直あんまり使われてないじゃないですか。でもバーバリアンって結構こう入ってるデッキによってはめちゃめちゃ強かったりもするので、まあ、アウトロー、は一般的にもう弱いっていう感じじゃなくて、まあ、使いどころによるっていう感じの、表現の方が、まあ、適切かもしれませんが、まあ、またちょっとね、もうアウトローガールここで使うとめっちゃ強いじゃんとか、このデッキでこのセパレートしたらめっちゃ強いじゃんみたいなあったら、どんどん紹介していきたいなと思います。アウトローデッキ、アウ
トロー入りデッキね、また動画で紹介していきたいなと思います。さあということで、ここからはクラン対戦のお時間でございます。最近ねクラン対戦で1回攻めるだけの動画をお送りしているとどうする最近手抜きだって言われちゃうんで、まあ、サクッと見れる動画も目指しつつ、まあ、こういうね、前半で何か話して後半でなんかちょっとあの攻めるみたいな、そういった動画で、ね、もうちょっと分厚い動画をね、目指していきたいと思います。もう分厚い、どうする分厚いよって言われたいじゃないですか。さあということで今回はシュテルンリッター、今ね、あ、私だけども早くないみんな、もう毎回ね私がドベなんですよ残り5時間あるんだけどね。さあということで、あと1勝すれば、40勝というところで、ね、シュテルンリッター今回も1位確定なんですが、2位のクラン、これクワイゼロってあれですよね、あの中国の YouTuber のクワイゼロさんのクランですよね多分ね、といったところで、まあ、シュテルンリッター1位は確定しているんですが、勝利数重ねていきたいと思います。でシュテルンね、あの2位になっちゃったんですよ、クラン対戦ローカルで。ジェンコオリーブ紹介にジェンコさんに抜かされてしまいまして、今2個差なんで、これもうほんと勝利数でひっくり返る、感じですね。勝利数1につきトロフィーが1加算されるので、ちょっとね、今回の戦い落とさないように頑張っていきたいと思います。それでは参りましょう。どのデッキ行こうかな。レベル、ノーマルカードのレベル11とかを、まあ、基軸に考えながら、だからここら辺は入れていいよね。槍ゴブとかとりあえずノールックで入れていって、あ、U の強いね。U のレベルさ、ゴーレムかな今回は。あの、得意のゴーレムデッキで参りましょうか。ゴーレムからのメガゴとかあれば最高だけど、メガゴはないのか。メガちゃんいませんね。メガゴはいなくて、難しいな。ベビードラゴンレベル5でしょ、まあ、レベル5で組み立てていきますか。呪文はファイアーボールレベル8。ファイボザップになるのかな。ちょっとポイズンもないし。いや、割ときついな、今回。大丈夫かな。ファイボザップ、で、吹き矢ゴブリン、ちょっとなんか高ユニットが弱い感じするけど、ランバーとかいない。ランバーいないな。ダークネクロ、ベビードラゴン。こんな感じかな。まあ、ゴーレムデッキにしてはそこそこノーマルなデッキかな。エリクサーポンプないし、まあ、一旦これでいきましょうかね。ガーゴイルレベル10でしょ、ファイヤースピリットレベル11だけど、ファイスピカーって感じだし、まあ、吹き矢ゴブリンというのをちょっとね、臨機応変に使いつつ、こちらのデッキで、今回は勝利を目指していきたいと思います。それでは参りましょう。頼む！ゴーレムに強いペッカとか来ないように。さあ、よろしくお願いいたします。これシルバーリーグだったらシルバーリーグ同士当たるじゃないですか。だからシルバーリーグになってね、勝率落ちたっていう方は多いと思うんですけれども、今度さらに上のゴールドリーグとかなったらもうゴールドリーグだらけの、もうゴールドリーグだらけの対決になってくるんで、めっちゃカオスですよね。さあ、ここはホグライダー。これ呪文でやられそう。避けれないかな。避けれないね。はい。ここはちょっとベビードラで受けつつ、さあ、ローリングと転がされたか。ここでユニット使ってくれたら後ろからゴーレム展開します。OK。ホグライダーだけでしょ、多分。ホグライダーで、あの、ホグライダー回ってくるまで多分何も出してこないと思うんで、今のところアーチャーとアイスイーズですからね。クラン対戦のデッキ結構面白いよな。その、いつも使ってるテンプレートデッキではなくて、みんなやっぱレベルとかを考慮した上で、いろいろデッキを組んでくるので、そういった意味でも面白い。さあ、ここで、相手にちょっと、あの、ローリングッドを誘うようなね、吹き矢、あの、槍ゴブリンを出して、ローリングッドを使わせた後に、さあ、使え。ローリングッドを使うんだ。ローリングと使わない。さあ、ここはバルキリーで、相手はダークネクロ処理してきますが、オッケー！これ来たんじゃない？左のターン落ちそう。さあ、U のプラスのダークネクロでガツガツと攻撃をしていく、オッケー！いや、ダークネクロ優秀マジで。オッケー、ファイボ使った。よし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 。悪くない悪くない。エリクサー的にはこっちがかなりリードを取っているので、後ろからゴーレム行きましょうかね。ゴーレム出した瞬間の、あの、相手のホグライダーが来るかもしれないんで、多分エリクサーないからね、攻めてこないと思うけどな。オッケー。よしよしよし。ここはもうダークネクロで受けですかね。もしどっちから来ても。右から来たら、吹き矢ゴブリンをここら辺に出して、まあ、左に攻撃に加算していくけど、まあいい感じですね。さあ、ここは相手のギャングとか、アイスウィザードとか重ねてきたタイミングでファイアーボール。来ないな。さあ来ました。ここでファイアーボール打って、相手のユニット処理しつつ、さあダークネクロで形を作っていく。オッケー。これは来たんじゃない。ザップ打って、オッケー。ガーゴイルも処理して、さあ、ゴレの形。あとはもう守って終わりかな。残り51秒。さあ、ここはあんまり勝負せずに、OK。さあ、相手がローリングと重ねてくると思うんで、槍ゴボちょっと後ろ目から出して、悪くないね。相手のダメージソース的には多分左で落とせるやつないんで、ここも左で守りながら、勝ちに貪欲に行きたいと思います、今日は。さあ、ここはザップ、打って OK。
さあホグライダー来い、ホグライダー来い、ホグライダー来い、ホグライダー来い。オッケー、相手ちょっとユニットガンガン重ねてくるんで、ゴーレムで蓋をして、いやこのゴーレム蓋が強いよね。相手もこうするとあのユニットなかなか出せなくなるんで、これがめっちゃ強い。さあオッケー、勝ちましたね。最後はホグライダーで突破されないようにしっかりと見てグッドゲームを押すと。ありがとうございます。よし、これで、ドズルね結構強いよどうせ自分でドズル強いよとか力説するのも恥ずかしいけど、今クラン対戦でドズルとドズツずっとやってきて1回しか負けてないですからね。だから今まで何回やっただろう、どれぐらいやった、7回ずつぐらいやって、多分14回中13勝ぐらいの、グラチャルよりもなぜか勝率がいいという感じでございますが、もしかしたらこのレベルを考慮したね、いろいろなデッキを作るっていうのが、まあ、ぴったりなのかもしれない。クラン対戦結構好きですしね。はい、ということで、本日はこちらシテルンリッターのクラン対戦、そしてアウトローのアウトローについて、ね、性能についてと、そしてアウトロードラフトチャレンジで勝つコツ盛りだくさんでお送りしましたまあちょっとね、ごちゃごちゃした動画だったかもしれませんが、まあ、こういった、いろいろな詰め込んだ動画も今後お送りしていきたいなと思いますので、面白かったよという方グッドボタンよろしくお願いいたします。ということで、本日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。